皆さんこんにちは、しげんくです。本日はですね、甲斐市にあります洋風居酒屋バーベラさんに来ております。実は2022年大食いチャンピオンの方がですね、同じ山梨県の活性化をねしてくださっている方がいるんですけども、アンネママさん、今日はコラボをしていただけということで、中身何も聞かず飛んできましたで、場所の指定がバーベラさんだったので、友達と一緒にやってまいりました。どんな企画になるのか、なんとなく嫌な予感はします。楽しんでいきたいと思います。では中野も早速行きましょう。友達また見ぬ山梨の宝探しに行くんじゃん。そうなるよね。はい、中にやってまいりました。何ですかこのフェスティバル。何かが始まっている。ありのままさんです。はい、ありがとうございます。ありのまま大食いです。皆さんぜひ YouTube 検索してください。まさか八幡犬がいて完食魔が中にいるとは思わなかったです。どんなコラボをしてくれるの？今日はですね、大食いのコラボです。私が普段やっている大食いをしんげんくんにチャレンジしてもらおうということでね、ちょっと量はね、ちょっと可愛くなりますけれども、この後ね、一緒にトライしていただけたらと思います。予測はしてました、はい、まあ、そうだろうなと思ってちょっと大食いしたことないんですけど、頑張りたいと思います。ここどんなお店なんですか？居酒屋です。お酒に合う料理を頑張って作らせていただきます。お手柔らかにお願いします。全勝します。ちょっとマジ怖いんだけど美味しかったらたくさん食べれます。ああ、じゃあもう大丈夫です。まんまちゃんにとってみたら、割とそんなチャレンジメニューとかじゃなくて1回分の食事らしいです。本当にやったことないんで、どんなものが来るかドキドキしながらやっていきたいと思います。皆さんお待ちください。概要欄にまんまちゃんの方のチャンネルも貼っておきますので、遊びに行ってください。じゃあ頑張るぞ。お願いします。ママちゃんと比べて半分ぐらいかな。こちら二郎系をイメージしたパスタとチャーシュー、洋食に使ってるポリネシアンソースというものをつけて、あとやっぱりパスタなのでバケットも一緒に。こちらはメロンソーダのパフェを、もうすぐ10月なので魔女の帽子をちょっと可愛いアレンジして作ってみました。はい、じゃあいただきます。アイスなんで先に溶けちゃうから、こっちから連れてみます。いただきます。念のために昨日夜から何も食べてないんで。帽子めちゃくちゃうまい。うまいから進むわ。しんげんくんの方にお邪魔します。結構ある。いや、私より早いかもしれない。アイスだから先に溶けちゃう、うん、作戦ですね、うん、果たして全部食べれるんでしょうか。頑張ります。美味しい。うん、結構減ってますね。ね。うん。すごい。あ、そうですね。ありがとうございます。しかもペース早いですね。なんか取り調べしてニカ作ってるみたいな。友達が応援してくれてるんで、頑張るよ。かわいい。小さい頃夢でしたクリームソーダでお腹いっぱいするのが叶いました。おめでとうございます。腹いっぱいです。やばいぞこれは。これはやばい。手が止まってますよ。待って。僕は好きです。なるほど。完食。メロンソーダ完食。飲んじゃって。早っ。まだ開けてあるぞ。お腹がちょっとこれ。本当だ。イカ水なんですよ僕。胃が出る。分かりやすい感じですね。でもただ言えることは今お腹いっぱい。そう出した。はい。まだあります、ね。応援してます。いただきます。いい音。ちょっとレベル高いですペペロンチーノマジで。うん、めちゃ美味しい。うまっ。細い麺なのにちゃんと一本線が残っててアルデンテになってます。すごいなこれ。いい硬さ。ありがとうございます。うん、
細麺ですね。レングイーネみたいな。そうですね。ね、まあ、食べやすくてサクサクしてる感じがします。お腹何分目ですか今？今12ぐらい。メロンソーダでもう10なんで。テンションが低い。美味しい、でも、うん、ヘルシーなの、なんか野菜いっぱいで。熊落としね、この中のやつをちょっと落としてとります。吐くわこれ。よし、頑張るぞ友達、応援してくれ。全然声だね。小学校の時に給食を残して放課後まで残された記憶が今に蘇ってます。あと何時間ですか？あと22時間。あと22時間あれば食べれる。あの、シネチョンで見てたんで。それは俺たちの皆さん、素晴らしい。あ、すごい。一本ずつ食えば腹たまらない。あれどうやってんの？これで。お前、もう食えないよ。めっちゃ煽られてますよ。完食魔、山梨県庁の SDG を訴える熊です。こういう食べ残しとか絶対絶対に許さないキャラクターで、僕も食べ残ししたくないんですけど、ウェイト。圧がすごい。食べますよ。ただこの時間内に食べれないです。お店の都合上2時間しかないので。食べますけど食べれないんで、お家に帰って食べます。全部完食します。でしかもそれの動画は飛ばさないで早送りでやるんで、ごまかしはできないようにするので、皆さんに送りたいと思います。いい完食もそれでちゃんと食べるよ。ごまかし多分 OK だと思いますんで。素人とかね、一般代表として参加しましたけど、でもね、チャンピオンの方です。お持ち帰りさせていただきます。俺が完食魔じゃん、これじゃ。お祭りの薬草みたいになった。これでやっと一人前で。お疲れ様でした、ありがとうございました。いや、めちゃくちゃ多かった。びっくりした。美味しかったですね、本当に。美味しかったです。この山梨の梨が盛り上がってますからね、この T シャツの文字が。完食前に怒られたんですよ。まさか残すんじゃねえだろうなみたいな、ね、近く寄ってきて煽られたんで。ほら、ちょっと完食前おいで。完食前、おいでおいで。食べましょう、食べなきゃ。食べなさい、食べなさい。ちゃんとお家帰って食べるから。ごめんね、ごめんね、ちゃんと食べる。ね、いやでも今日ね、信玄くん頑張ってくれました。ありがとうございます、本当、はい、あの大食いのね、あの私が YouTube をやってるので、ちょっとコラボっていうことでね、大変だったと思いますけど、だけど、本当あのメロンソーダからびっくりしました。メロンソーダはね、あの特に最初だったってバーいけたんですけど、ね、全然そこからすごいですね。またあの第2回目も第3回目も楽しみやるんですね、これ。あの同じ山梨県をね、はい、盛り上げていっている YouTuber です。今回コラボさせていただきました、はい、ありがとうございました、はい、こちらこそです。それとも頑張ってください。頑張ります。頑張りましょう、お互い、はい、というわけで、あの今回は有田ママさんとコラボさせていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では次は山梨県でお会いしましょう。みんなまたね、バイバーイ、またね、バイバーイ。
昨日の残りを食べようと思いまして、この中に入っていたやつはちょっと冷たかったんで電子レンジで温め直させていただきまして、こうなりました。完食は見てる？では残りをいただきます。有野真央さん、川村さん、とっても美味しくいただきました。完食マン全部食べたからね、ごちそうさまでした。今日からちょっとダイエットを始めたいと思います。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またねー。